映画に残すっていうのは誠に我々が非常に希望しているところで今度この三門の応援ができまして本当に結構なこと。当歌舞伎座の方でも前々からそういうの話とはどうだったんですか。何分その自分には全ての人と磨き取ったのか。本人まで来るんだったら。円尺さんにとっても本当に立派な木の木を見になりました。いや本当にあの嬉しいです。もともとこの三門五山の木は並木五兵衛の出世作でありました。一幕物のうちで小玉が二幕目の返しになっております。舞台面の美しさや構想の雄大なということで受けまして、まあ今日まで残ったのであります。初演は何でも今から170年ばかし前の安永7年4月道頓堀角の芝居 久吉が初代の尾根菊五郎五右衛門が嵐避難というのが記録に残っております。円楽さんのこの経歴の中で随分たくさんな名演技を見せておられますが、今ちょっと思い出すだけでも若い時の仮の頼りの三人五郎七、 それから、千々村井の金城城に夏祭りの大七黒毛、これなどは今にも目の底にはっきり残っております。それから年を取ってから沼津の平作、それに大安寺の春道次郎右衛門、これなどは実際上方歌舞伎の代表的な名舞台と。 いう手もよいと思います。白井さん、それに何ですか、三門明治からこっち、の三門はどうでしたか。私の知っている大芝居では尾上民蔵、市川雁翼が五右衛門です。これにはどちらも円楽さんが出演しに付き合いました。それから 明治38年9月に東京から歌右衛門がまだ仕官といった時代ですが、弁天座へ来て五右衛門を出したことがあります。その時は初代鴈治郎が久吉です。この二人の三門が昭和時代になって鴈治郎が歌舞伎座へ出た時に同じ顔合わせで出たことがあります。 円楽さん、あんたの三門の経験は。ちょうど今度は二度目になるんですわね。あ、そうですか。今度は立派な五右衛門でほんまにいいものを見せてもらいます。それに大野が立派でな、これ以上のものはまあないだろうと思います。そうそう、そうそう、東京持って行ってもらえたんだな。今の東京へはここの歌舞伎座のような舞台は作れました。 この歌舞伎座のように雪ましんのは昭和7年にこの歌舞伎座を建てる時に一つ珍しい舞台を作りたいと思って建築家にいろいろと相談したのですが、なかなか工夫がつかず困ってしまったのですが、その頃関西線で名古屋へ行く時ある駅で 石炭を積み込む機関車がぐるぐる回っているのを見かけましたので、これならやれるはずだと気がついて、帰るなり吹田の汽車会社の人をしてもらって電気のスイッチ一つで動くようにしてもらいました。どうかこの上にも歌舞伎の映画をどしどしと一つ作っていただきたい。承知しました。必ずやるつもりです。 Thank you.
Hollow,
Oh,